ミクルさん、ブレイキングダウンを売却する予定とかあります？実は、検討したことがあるんです。え？本当ですか？はい。ただ、今は思いとどまってますよ。まだまだこれから伸びていきますから。やっぱ売却しようかな。今回は格闘技系イベント、ブレイキングダウン売却の噂についてお伝えしていきます。そのイベントのルールやコンセプトについてはご周知のはずですし、今回は省略しますが、現在のように注目を浴びるようになったきっかけは、4からオーディション動画を公開するようになったことです。ん？なんだてめえは。かかってこいよ、この入れ墨野郎。あれ、武器持った10人と素手で喧嘩したことあるんですけど、全員ボコボコにしましたよ。マジ？最強じゃん。え、そうっすね。その強さをぜひ見たいですね。じゃあ、スパーリングで。まさか、こんな食いつかれるとは思わなかった。その結果、4の視聴数は以前に比べ6倍以上となっており、オーディション戦略は非常に効果があったと言えます。ただ、これは諸刃の剣で、試合そっちのけで、オーディションばかりに注目する方が続出する事態となりました。なあ、ブレイキングダウン見たか？ああ、オーディションだけ。てか、試合とかどうだってよくね？確かにな。格闘技かどうかも怪しいし、別の団体の試合の方が普通に面白いしな。その結果、6からオーディションが試合の視聴数を上回るという珍事が起き、さらに、視聴数自体もどんどんと減少し続けている状況です。なぜ視聴数が減少し続けているのか、最も大きな原因はマンネリ化だと言われています。お前のような雑魚くらいワンパンで終わらせてやるからな。上等だよ。試合決定でいいですか？このような茶番が毎回続き、視聴者も触笑気味だと感じる方が多数いるようです。さらに出場者の不祥事が度重なり、イメージの悪化が視聴数の減少に結びついているといった意見もあります。最も救いようがないと言われているのは、2023年3月に逮捕された久保田悟容疑者です。彼は交際している女性に幾度となく手を挙げていたことが判明しています。やめてよ、もうぶたないで。え？俺に指しずすんだよ。さらに同年7月、今度は醤油日記こと家村亮介さんが逮捕されてしまいました。私、醤油二木さんの大ファンなんです。そうなの？いやー、照れるな。もしよかったら、私と遊んでください。喜んで。何やってんだお前。ケン！なんだお前は。そっちこそなんだよ。俺の女に手出しやがって。とにかくこっちに来い。いや。お前、彼女は嫌がってるじゃないか。うるせえ、黙れ。その後、家村さんは男性に手を挙げてしまい、そのまま御用となりました。ぐわ。そして出場者の不祥事は2024年にも続いていくこととなりますが、2023年に運営側の不祥事も発覚し、イメージの悪化に拍車をかけました。めぐるくん、優吾さんのことなんだけど。ん？彼がどうしたの？ユーゴさんの会社、レディオブックが複数人の人に金銭問題で訴訟を起こされてるって。マジかよ。とりあえず何が起こるかわからないから、ブレイキングダウンの運営代表を降りてもらうことにしようか。その後、海外事業部へと移動したユーゴさんでしたが、ブレイキングダウン内でも不祥事が発覚し、退任させられてしまいました。ユーゴさん、会場使用料未払いってどういうことですか？それは、なんか、すみません。雰囲気で謝らないでください。とにかく、ユーゴさんにはブレイキングダウンから離れていただきます。そんな、じゃあ、お金を貸してください。じゃあの意味がわかりませんから、絶対に貸しません。そして、2023年10月頃、ミクルさんが、青汁王子こと、三崎優太さんと対談した際、ブレイキングダウンの売却の件について語ったことがあります。朝倉さんって格闘家だけじゃなくて実業家としても超優秀な方だと思ってるんですけど、ブレイキングダウンを売却しようとか考えたことはあります？ぶっちゃけありますよ。そうなんですね。じゃあゆくゆくはって感じですか？でも今は考えてないかな。
いろいろ言われちゃってますし、オワコンなんてほざくやつもいますけど、まだまだ発展していくって思ってるんです。へえ、その見込みはあるんですか？はい、日本だけじゃなく、いろんな国から対抗戦を申し込まれたりしてて、しかもここ最近じゃ海外でもバズってるんですよ。なるほど。では今後はブレイキングダウンを海外に進出させるつもりですか？まだ具体的ではありませんけどね。だけど溝口さんとかと海外で上場させようみたいな話をしたりしてますね。え？日本じゃなく海外で上場？日本よりも海外の方が上場のハードルが低いというか、とにかく今後はそういった視野を持ってブレイキングダウンを発展させていくつもりです。このように一時は売却を検討したものの、発展に力を入れる様子を見せたミクルさんでしたが、2024年現在ではやはり売却を視野に入れているのではないかと噂されているようです。これ以上は厳しいよな。その理由は大きく分けて3つあると噂されています。1に関しては説明不要ですので、2から見ていきたいと思います。2に関してコントロール不可能になっているのは、前述の通り関係者の不祥事でしょう。ほら、早くパトカーに乗って。くそ。しかし、またブレイキングダウン絡みかよ。そして、あまりに頻発する不祥事に危機感を抱いたためか、2024年にミクルさんは次のように発表しました。ブレイキングダウンに出場後、逮捕された選手は今後出場停止にします。頻発する不祥事に関してですが、明確ではないにせよ、その原因をブレイキングダウンに出演経験がある元選手が語ったことがあります。金ですね。ブレイキングダウンに出場すると稼げるチャンスがあるんですよ。実際に僕が出場していた時も毎月ちょっと贅沢できるくらい稼いでいましたから。なるほど。それにつられて出場したはいいものの、素行の悪さは一切治らず不祥事を起こしてしまうみたいな感じでしょうか？それもあると思います。運営側としては構成からのサクセスストーリーみたいな流れを作りたいんでしょうが、性根が変わる可能性は低いでしょうね。あと、これはそもそもの話になりますけど、格闘家になりたくてブレイキングダウンに出場する選手はほとんどいないと思います。でしょうね。格闘家として生活するためのお金稼ぎとかならまだわかりますが、今の時代格闘技一本で食べていくのはかなり難しいという話を聞いたことがあります。だから金を稼ぐことが目的になっていることが多いと思います。そのためにすべきことはオーディションでとにかく目立つ、これが全てです。結局はそこですか。試合じゃなくてオーディションでとにかく目立てばいいみたいな感じですよね。そうです。ある程度キャラを確立できたら、実力は大してなくてもひな壇とかに座れますから。あと金を稼げるようになるのはスポンサーがついてくれるからなんですが、彼らが選手に期待するのは強さだけじゃなくてインフルエンサーとしての影響力なんです。実際炎上しかねない行動を要求するスポンサーも少なくないようです。今度のイベントではぜひ炎上してください。そうすればスポンサー料弾みますよ。はあ。このように過去に比べて規模が相当広がっている分、群がってくるうぞうむぞうも増え、ミクルさんも収拾がついていない状況ではないかと噂されています。どいつもこいつも好き勝手しやがって、その結果サジを投げてしまうなんてことがあるかもしれません。最後の3はブレイキングダウンだけではなく、格闘家朝倉未来のブランド力が極端に低下してしまっていることです。凋落のきっかけとなったのは、2021年ネット番組のストリートファイト企画に参戦したことです。なあ、アメバのやつ見たか？ああ、朝倉未来が出たやつ。そうそう、朝倉って路上の伝説とか言われてっけど、今はプロの格闘家だよな。そんなやつがストリートファイトしていいのかな？しかも素人をボコボコにして怪我人も結構出たみたい。後藤祐樹なんかは骨が折れたらしいぜ。ふん。うえ。企画したのは朝倉じゃねえけど、でもプロならそんな番組に出んなって話だな。しかも朝倉としては格闘技を盛り上げるためにやったんだってさ。いや、盛り上がるわけねえだろ。格闘技は喧嘩の道具じゃねえんだからさ。このようにミクルさんと世間の認識のズレは相当激しく、たびたび炎上騒動を起こしています。その騒動を一部紹介すると、2022年に開催されたザ・マッチの地上波放送が消滅した際、ミクルさんは次のように投稿しました。地上波って今そんな大事かな？
大会の中で一番視聴率取ったことあるけど、 YouTube の2300万再生と同じレベルの反響だった気がする。どこで放送しても見られると思うんだよな。結局今はそういう時代。前は地上波で見てください、知ってくださいみたいな感じだったけど、命を懸けて戦っている者にお金を出すのは当たり前だと思う。この投稿には多くの否定意見が寄せられました。主張するのは大人だけじゃないし、子供はお金出せないでしょ。何言ってんの。地上波は大事だと思うけど、格闘技ファン全員がチケット代払って見に来るもんじゃないと思うし。ただ朝倉さんの投稿に関して補足すると、外国と日本の格闘家事情の違いを認識しているからではないかと言われています。事実外国ではお金を払って格闘技を応援するという文化が根付いていますが、日本ではそのような文化は一切ないため、ファイトマネーはかなり低下しているといった事情があるみたいです。はっはっは、マネーがポリ。バイトしてお金を貯めないと。てか、ここまでして格闘技にこだわる必要あるんだろうか。普通に働いた方が楽じゃね。そして、本業の格闘技でも批判を受けたことがあります。2020年、ライジン25で斉藤豊さんに敗北した際、YouTube 上で負け犬の遠吠えのような発言をしたことが問題視されました。ウィナー！よっしゃ、勝ったぜ。え？俺負けたの？ミクルさん、斉藤戦は残念でしたね。個人的にショックです。いやいや、一回は負けてみたいと思ったんで。ん？ミクルさんってド M ですか？そういう意味じゃなくて、負けて嬉しかったんだよ。やっぱりド M じゃないですか。だから違って、今までいろいろと背負うものがあったんだけど、肩の荷が降りた感じがしてるってことだよ。なるほど。あんまり負け試合を語るのはどうかと思いますが、斉藤さんの印象はどんな感じでしたか？試合に負けたけど、勝負には勝った、みたいな。はあ、よくわかりません。生物的わかってるってことだよ。余計わかりません。とにかく、再戦したら絶対俺が勝つから。このようなよくわからない発言に、朝倉未来はダサいという声が少なからず上がりました。しかしその翌年の2021年にクレベル小池さんと対戦した際、言い訳のしようがないくらいの完敗を喫してしまいました。よし、三角締め決まった。ギブアップ。そんなもんするか。ここから抜け出してなんとかスタンドに。その後、ミクルさんは失神してしまいました。このことがよほどショックだったのか、試合後のインタビューで引退を示唆しました。もう限界かもしれません。え、それって。後日引退を撤回しましたが、ミクルさんの一連の発言を見てメンタルの弱さを感じた方もいるのではないかと思います。ただ復帰後、ミクルさんは斉藤さんにリベンジを果たすなど、以前のブランド力はなくなったにせよ、実力自体はまだまだ高いと世間にアピールしました。よっしゃ。しかし2023年、格闘家としての評価を失墜させた出来事が2つ起こりました。1つ目はライジンフェザー級決定戦でウガール・ケラモフさんと対戦したことです。アグレッシブファイト、オーケー。レスリング技術が高い選手だっけ。寝技に付き合わずスタンド勝負だな。試合の展開は、立ち技ならミクルさん、グラウンドならケラモフさんに分があると言われていましたが、開始早々ミクルさんは大ピンチに陥ってしまいました。はっ、うわ、倒される。なんとかスタンドに戻さないと。そして電光石火のような動きでケラモフさんはミクルさんの首を絞めました。ぐわ、ギブアップ。多分タップしないだろうな。クレベル戦でもしなかったし。ギブアップ。え？このようにクレベル戦とは違い、あっさりと負けを認めたミクルさんの姿に何かを察する格闘技ファンもいたようです。2つ目は次戦でヤーマンさんとキックルールで対戦したことですが、またしても惨敗してしまいました。うらうらうら、くうりゃ。この2連敗がよほどメンタルに応えたのか、ミクルさんはまたしても引退宣言をしました。もう無理かなって。結局撤回しましたが、実際に引退する日はそう遠くないと噂されています。このように本業の格闘技で岐路に立たされていますが、
ブレイキングダウンの場ではまるで神様のように扱われている状況です。じゃあ溝口さん、試合決定で。え、マジ？この席に座っている人も戦うってルールですから。いや、ミクル君、俺と試合してよ。選択肢間違えてない？俺は朝倉ミクルですよ。確かに。現在ミクルさんはプロ格闘家としてリングに上がっていますが、引退した後はブレイキングダウンで戦う可能性が高いのではないかと言われています。やったー、勝ったぞ。その際、ミクルさんがもし負けてしまったら、絶対的存在として崇め祀られている現在を考えると、かなりショッキングな出来事として捉えられるでしょう。このような事態を恐れ、引退後もブレイキングダウンで戦わないといったことになると、それもまた問題になるかもしれません。なんで朝倉未来は試合しねえんだよ。審査員も戦うって話だったじゃねえか。偉そうにふんぞり返って試合させてばっか見損なったよ。このように自身のキャリアに傷がつくかもしれないリスクを考慮に入れた結果、売却を検討しているのではないかとも噂されています。傷口が浅いうちに何とかしないと。今後もブレイキングダウンの発展に尽力していくのか、それとも本当に売却するのか、全てはミクルさん次第だと言えるでしょう。個人的にはブレイキングダウンの海外進出って意外とありだと思うぜ。世界最高の総合格闘技団体 USC がアメリカにあるんだけど、トラッシュトークや乱闘とか日本の非じゃねえしな。トップクラスの選手であっても逮捕歴がある方が相当数いますしね。ただそもそもブレイキングダウンって格闘技のイベントなんでしょうか。オーディションで目立ちたいだけのうぞうむぞうが多い感じがしますけど。確かにな、海外じゃ最初は目新しく映るかもしれねえけど、メインの試合を盛り上げねえと結局日本と同じような事態になるのは目に見えてるて。あと、もし売却するってなった時、買い手がつくのか疑問だな。トラブルだらけのイベントですからね。ただ今は炎上は注目されている証といった感じに捉えられている部分がありますし、トラブルが起こるからこそ買収したいって方もいるのではないかと思います。でもな、朝倉未来ありきのものになってるし、売却したら価値が一気になくなっちまう気がするぜ。もし売却するってなったら、ブレイキングダウンを圧倒的実力で引っ張れるやつに託してほしいところだよな。